はい、どうも、ネイティブフォレスト、小太郎です。今回は、以前作成した、ブセファランドラのテラリウム、ブセリウムのその後、ということで、お伝えしていきたいと思います。動画はこちらですので、まだ見てない方は、ぜひ、チェックしていただければと思います。はい、結果から言うと、結構ね、いい感じに成長してくれています。で、実際にね、今、手元映して見ていただきたいと思います。はい、こちらですね。こんな感じになっています。で、光って見えないですね。上からお見せすると、こんな感じです。葉っぱが結構大きくなったり、溶岩石にね、多分活着してるっていう感じにはなってると思います。あと、植え込んでいた謎のですね、水苔。見えるかな?これもね、しっかりと成長しています。これ何なんだろうね、結局分からずじまいなんですけども、これも成長しています。で、これね、ちょっとしっかりと活着してるかどうか確かめたいので、一回瓶から出していきますね。大丈夫かな、根が張ってて取れないってことがあるかもしれないんですけど、ちょっと手を突っ込んで、よいしょ。お、すごい、根張ってますね。はい、こんな感じに藤綱に活着しています。こんな感じにぶら下がるくらいに、ね、なっちゃったりして、これいい感じですね。こんな感じに藤綱にも活着しているので、多分ね、この溶岩石にもくっついていると思います。で、試しにですね、以前モビロンバンドで、固定していたんですけども、これちょっと切ってみたいと思います。これでポロッと取れたらね、結構ショックですね。根っこを傷つけないように。いけ、ポチッと。はい。一つ取って。お、なんか大丈夫そう。いけそうじゃないですか、これ。このモビロンバンドは、水中で、使っていたらね、多分自然と取れてくるのかなとは思うんですけども。水上だとなかなか劣化しづらいのか、丈夫そうですね。で、バンドちょっと全部取っていきますね。はい、モビロンバンド外していきました。めちゃくちゃ活着してます。逆さにしてももちろん落ちませんし、見えるかな、ちょっとピント合うかな、これすんごい活着してますね。釣り糸でぐるぐる巻くのが苦手な方はこういうモビロンバンドで十分ですね。まあ、株自体もだいたい3ヶ月経って割と大きくなったのかなとは思います。色も綺麗ですし、水上で、育成している割にはね、しっかりと枯れもせず、溶けもせず、調子が良さそうです。以前草割るんで、AZ 便の解散がブセオンザロックということで、溶岩石にこういう風にね、ブセファランドを乗せて、さらに鉢植えにするっていう形でやってたと思いますけども、ね、やっぱり、プロの方がやってるだけあってですね、調子がめちゃくちゃ良さそうですね。いい感じです。これ別にね、なんかわさっと増やしたいわけじゃなくて、なんか観賞用でこういう風にやっただけなので、まあ、これからも継続して瓶に入れて、まあ観賞というか放置していきたいと思います。ちょっとこれから先は別にね、変化がないと思うので、続きの動画はないんですけども、まあ以前やったブセファランドラのテラリウムは今はこんな状況ですよという動画でした。簡単な、動画ではありますけども、これにて終了でございます。はい、そんなこんなで
まあ今回はこれだけの動画なんですけども、ブセオンザロック、溶岩石にブセオハランドラを乗せて、まあ、固定する、そんな感じでやると3ヶ月くらいでしっかりと活着してくれるっていう、まあ、報告の動画でした。はい、そんなこんなで、今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。